どうも、チリスキーナです。本日もセンターチリ講座行くわよ。早速だけど、またコメントが来てたからコメントに返信したいと思うわ。オーバーボムさんから、ヨーロッパのプロテスタントとカトリックと正教徒、アラブ系、ラテン系、ゲルマン系の組み合わせについてよく知りたいです。よかったらお願いいたします。そこね、私も教えようと思っていたわ。アラブ系、これ多分スラブ系とラテン系とゲルマン系の勘違いだと思うんだね。多分スラブ系だわ。私、教えたいと思うわ、こちら。それよりオーバーボムさん、なんか前は挑発的ななんか意見も言ってたけど、今回柔らかくなったわね。いいことよ、私のしもべになってきたんじゃない。サービスで胸の谷間見せてあげるわ。って勝手に見ないでよ。何見てんのよ、興奮してチリの勉強かよ。さあ、キリスト教の中でもカトリックとプロテスタントとその東方正教と大きく3つに分類されるわ。そちらの場所、ヨーロッパでのどういったところに多いかっていうのはよく出るから覚えてた方がいいわ。はい、ヨーデル。そしてヨーロッパの民族、ゲルマン民族、スラブ民族、そしてラテン民族、この3つの民族の場所もよく出るから覚えてた方がいいわ。はい、ヨーデル。2004年度本試験大問3の問3、地中海沿岸の国々の民族や言語、宗教について述べた文として最も適当なものを次の1、4のうちから1つ選べ。1番、地中海北岸のラテン系民族が大半を占めている国ではカトリックが過半数を占めている。2番、地中海北岸のスラブ系民族が大半を占めている国ではプロテスタントが過半数を占めている。3番、地中海東岸のイスラム教徒が大半を占めている国ではペルシャ語が公用語として用いられている。4番、地中海東岸のユダヤ教徒が大半を占めている国ではトルコ語が公用語として用いられている。こういった問題ね。さっき言ったように、ヨーロッパの民族の位置だったり、ヨーロッパの宗教の、ヨーロッパの宗教の位置なんかを覚えていると、こちらよくわかるわよね。4番、こちらとかもよくわかんないわ。で、飛ばしていいのよ、もうこんなのは。ピンチピンチピンチと思っても、それは、ピンチ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 、逆にチャーンスっていうことなのよ。だから、4番はすぐ消しなさい。そして、1番、2番のこのカトリックやプロテスタント、これを聞いたことがあるなと思って、このチリスキーナの動画を思い出してくれたらいい。民族の方から行きましょうか。民族はですね、ヨーロッパの南側、例えばイタリアだったり、まあフランスも南側よね。どちらかというと地中海に面しているヨーロッパ南側、スペインだったりポルトガルだったり、こういったところはラテン民族、南米にラテン民族が多いのはスペインやポルトガルの支配だったのが南米だからラテン民族が多い。ラテン民族ってすごくこう血気盛んなのよ。リオのカーニバルなんか見てわかるでしょ。チリスキーナみたいな人がいっぱいいるでしょ。だからラテン民族ってすごくノリが良くて、でも血気盛ん、すぐに銃を向けてくるような国なのよ。だからそういった国ってすごく治安が良くないのよ。だからチリスキーナ、そういう血気盛んな男性は好きだけど、怖い男性は好きじゃないわ。だからラテン民族っていうのは南のヨーロッパに多い。逆に北の方、まあ、ドイツだったりイギリスだったり、そういったところはゲルマン民族、身長が大きくてスマート、ノルウェーだったりスウェーデンもゲルマン民族が住む場所だわ。そして東の方、その辺りに住むのがスラブ系民族、スラブ語と言われている、まあ大きく言うとスラブ語なんだけれども、まあいろんな言語があるわ本当に。だけどそのスラブ民族が住むのは東の、ただしルーマニアだけはラテン民族が住んでる。これじゃあ地図上を見て確認してちょうだい。ルーマニアっていうのはアルファベットで書くと
ルーマニアというのはローマニアって読めたりもするわけ。いわゆるローマ人が住む国という意味も込められている。ということはよ、ルーマニアだけラテン民族なのよ。そこだけ注意していて、ね、そしてキリスト教の種類ね、南側の国々、さっき言ったラテン民族の住む国々ではカトリックというキリスト教の源流となったような宗派が信仰されてるわ。そしてプロテスタントっていうのはこのカトリックに対抗して作られた、まあ、プロテストってもともと抗議するっていう意味なんだけれども、プロテスタントっていうのはそのカトリックに対して抗議をマルティン・ルターがして、こうプロテスタントっていうのが宗派が生まれた。そして東側のスラブ系の民族が信仰しているのが東方正教と言われているものなの。こちらはね、ローマのカトリック、カトリックと分かれてその東方正教というのが生まれていたの。でもこういったのってね、大体ね、全然覚えられないでしょ。北と南と東で何が何だかごちゃごちゃになっちゃうでしょ。だから私は考えたのよ、覚えやすい方。考えましたよ。ドラゴンクエストっていう RPG があるんだけど、そこでね、魔法使いがルーラという瞬間移動の魔法を使うことができるの。もしね、学生のあなたがルーラを使えたらっていうことを想像しながら聞いてみて。高校生2人の会話よ。来た！ゲップ！南らかと東すらせえへんのに？ルーラ！みんなも覚えてちょうだいね。よく出るからね。はい、よでる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 よ。私いつまで歌うの？本当に歌の番組じゃないわよこれ。